ペダルレンチペダルレンチは自転車のペダルをクランクセットに装着したり取り外したりするための工具。レンチの一種。ペダルの付け根の平らになっている2面をペダルレンチの開口部で挟み回転させて使用する。ペダルには左右があり、左用には L、右用には R のマークがペダルのネジ部分の先端に彫ってある。左ペダルのネジは逆ネジであることに注意。 左ペダルはレンチを時計回りに回転させると緩み、半時計回りで締まる。右ペダルは通常の正ネジ。ペダルレンチの開口部のサイズは、ペダルの規格に対応して 15mm と9、16インチの2種類がある。また 15mm と9、16インチ両規格の口を持つ製品と、どちらか専用の製品がある。なお、 自転車の専用工具であり、一般のオープンエンドレンチには 15mm という規格は存在しないため、自転車を想定していない工具セットを買っても 15mm は含まれない。ペダルとクランクの間の狭い隙間に差し込むことさえ、できればモンキーレンチなど他の工具でも簡易的に代用できる。実際に和行するときに、 それだけのためにペダルレンチを持っていくのは荷物を増やすだけと、モンキーレンチや携帯用、ペダルレンチで済ます人は多いが、実規定の締め付けトルクを得ることが難しくなる。例えばペダルは力のかかる部分であり、走行中の脱落は大事故につながることから、長い柄で強く締められる、ペダルレンチを使用することが望ましい。またペダル側が六角レンチでも着脱できるように、 六角穴付きの芋ネジ状に工夫されたものもある。高よろず研究所自転車のペダル交換2005年7月21日製作、自転車探検、工具。ありがとうございます。